黒部ダム駅は、富山県中新川郡立山城足倉寺にある、関西電力が運営している、関電トンネル電気バスのバス停留場である。立山黒部アルペンルートのルート上にあり、黒部平駅から立山黒部観光黒部、ケーブルカーを利用してきた乗客は、黒部湖駅で降りて、黒部ダムの延定頂上を、徒歩約15分で移動し、ここで、電気バスに乗り換えとなる。 かつては、関電トンネルトロリーバスの鉄道駅であったが、2018年11月に鉄道事業廃止、翌2019年4月より電気バスに転換され、当駅は事実上の自動車駅となった。駅はすべてトンネル内に作られている。主要な出入り口は、黒部ダムの延定場からまっすぐ続くトンネルであるが、駅から直接ダム展望台に上る地下階段もある。 プラットフォーム部分はバスが方向転換できるように関連トンネルがループ状になっている部分に設置されている。ただしトンネル内である構造上、大木沢駅に比べ乗降用のホームが短いため客が降りたバスは到着した同じ位置で大木沢駅へ向かう客を乗せて発車する。プラットフォームのすぐ右側には黒部ルートの一部分の関西電力専用トンネルの 黒部トンネルが分岐しているが、その入り口は普段は遮断機にて封鎖されている。ありがとうございます。